ということで、じゃあやっていきますか。はい。もう打てる状態、打てる状態になりました、うん、じゃあまあせっかくなんで、なんか射的に、うん、近いようにはしたいなと思うんですけど、はいはい、遊び場にも一応なんか銃が得意な人はいたんですよ、銃が得意な人がいるんですか。アイムトリボー、お久しぶりだね。アイムあそこでロングロングウェイト。あーごめん、ロングロングウェイト。誰ですかあの人。あれトリンボー、トリンボー、トリンボー、コーウェイト、足しびしび、ロングロングウェイト。でもガチの戦場行ってる方やから。あ、じゃあもう僕と全然違います。あーやばい、キルいってんの、キルい。アイムトリンボー、ご本人が知っとる一番乱暴な言葉を。トリンボー、いい趣味だね。でもトリンボーも強いんですもんね。当たり前だろ。オープン、カーテン。なになになに、何ですか。おーおーすごい、トリンボ説明をね。 You my weapon、 ガンショット、ガンショット、トーク You、 あー当たったとこにミスダイ、ミスダイ、ミスダイ。まず一回見たい、タムショーが見たい、ちょっとで、タムショーが打って、その当たったトークテーマに対してタムショーが喋るって、そうしましょうか。だからもう自分がここで話したい内容を狙ってくれてたの。うわ、かっこいい。かっちゃかっこいい。かっこいいね、一日。では、すげえ。セーフティー、セーフティー。おー、すげえ、かっちゃんと当たってるよ。お前が、運命は、標準定めるね。早かったね。なんで今見てた、ちゃんと。いや、見ずに行きます。いやー、謝りたいこと。謝りたいこと。僕が16とか7とかで、地元栃木なんですけど、栃木から、テニムの稽古で東京に通っていた時期、まだ移住してなくて、移住してなくて、明日の稽古も早いって言って、行く身に、染まるとこはないんだよねみたいな、お金もないし、好きなよ、マジいいの超えてくれんの、かいのかいの、着いたら他の人間立ち入り禁止の寮で寮長さんの目を忍びながら入ってったっていう、それはちょっと今寮長さんに、あ、寮長さんにね、はい、確かに。でもイクミンと共になんかあの時もスパイみたいな気持ちで、いや後輩やったし、絶対に泊まらせてあげような感じということで、ピッ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 って自動ロック開けた瞬間に、なんでここ、誰もおらん、誰もおらん、誰もおらん、サバイバー言って部屋に入っていってね、いトイレ行くのもちょっと待って、見てくるから今で、ガラガラガラって、ゴゴゴゴ入って、俺誰も来ないように。テレビみたいに。一番仲のいい俳優聞きたいかも。確かに。誰と最近仲いいかなっていう。確かに確かに。一番仲のいい俳優いきますよ。はい。スライドの構図。あーあーあー。ナイスナイス。サンドガンでこういう人。ない。危な。危な。手は伸ばした状態。さあよかった、やっといてよかった。標準合わせて。いくよ。はい。Are you ready? 3。2。どこ行った？外れてます。当たってないよ今。当たってないですね。嘘だ、ここにも当たってない。ここら辺に当たりました。どんどんヘビー、やすこさんに似てきたね。はい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 、あ、やすこさん、あ、オリンピックだ。あー、見たことある、見たことある。 Are you ready? Yeah Yeah 3 2 1。お、あ、惜しいな。上当たったね。あ、リンボ？リンボ？リンボ？戦場行ってたじゃないの？でもみんな忘れてるっしょ。俺が浅草の夏祭りの時にめちゃくちゃ射的うまかった。あ、うまかった。射的と一緒にすんな。いやでも射的の延長なんだ。これ射的の延長です。あ、じゃダメじゃん。延長なんや。遊びなんで。あ、ダメだね。え、当たった？当たってます、当たってます。すごい。ど真ん中すら？ナイス。ど真ん中抜いてます。え、やっぱ俺すごい。さあ、一番仲のいい俳優で言うと、それこそサバゲーを一緒にやったりする加藤大悟。ああ、大悟は趣味もめちゃくちゃ一緒なこと多いですし、あと魔法使いのやつで魔法ステと、はい、相棒でやってきたので、大悟ってなんかちょっと可愛い犬みたいな、大型犬みたいな、大型犬みたいなイメージある。酒を飲むと、獣になります。本当は好きなんです、あいつは。大型犬を超えても、
大怪獣やば大獣になりますよ、ね、あ、やめてください、やめてください。ここでもいるんだ。岩井さんは人のこと舐めるタイプ。あ、舐めるタイプ。加藤大吾にも一番仲いい俳優って何にも聞かず聞いて、確かに誰が出てくるかっていう、それでね、揃ったら。そうはそれ振られた男の気持ちやだ。もう振られ顔やもん。もう振られてるわそれ多分。ただじゃあ、ゆうたろくんからちょっと違うの行く。違う銃で。わーおー、でかー。大丈夫、ゆうたろ、ほんとゆうたろ先に言っとく。はい、ほんとに今日はふざけてないです。はい、今日はふざけないです。本当にっていうか、ふざけてないです。私これ本当はこうスコープとかもついたりしてるんで。うわっ、うわっ、これスコープあんの？はい、これね、あのスコープ4倍と8倍で全然違うもんな。全然違います。当たり前だろ。こうやこうぞ、当たり前だろ。一回ワンモア打ってみてもらって。確かに見たい。え、じゃあさ、ちょっとごめんなさい、ちょっとクオリティ上げていいですか。はい、ちょっとマット狭くしよう。あ、もちろんです、もちろんです。もう新しいの出てきた。ちょっとちゃんと狙うんだったらちゃんとしたウェポンです。すげえ。メインウェポン。ちょっとまた小さくしました。一番中の。ライト今消してもらえたりしますか。あ、これまさか。これ光るじゃない。さあ、来ました。失光。失光弾出ました。一番のバン狙っていきます。そこで狙ったら。いきます。うわあ。すごいことしてる。何発も撃ってるよ、この子。何発も撃ってるよ。でもすごかった。でもめっちゃバンやん。わあ、でもすごい、ほぼ当たってる。マジバン、バンあたり全部いってる。最初の2発ぶっちゃ外しましたもん。外して、いや、え、すごい。おもろい、すごい。バンもぐちゃぐちゃです。バンすごいわ、しょうも。バンもバンバンバン、ハッハゴー。ヨタロゴー。無理です。ゴー。あ、すごい、もう勝った。もう時間だけ。ロケットランチャー。ノーロケットランチャー。ここにパッと当ててもらえると。あ、これ、舐め方だ。え、いきます。え、全員動画か。外した。もう一回いいですか。もうちょい下ですね。もうちょい下。あ、脱げました。あ、すごい。当たった。いや、てか重たいわ。ずっと持ってらんない。え、しかも、ギリ当たる。ね、趣味。他の趣味。これ、トリスさんと喋りたいなと。何？あ、俺？サウナ。おー、いいね。ごめんなさい。あ、みんな、ごめんなさい。トリンボーさん、最近行ってない。え？最近、よもぎ蒸し。優しい。よもぎ蒸し。体に優しい。下半身から温める。よもぎ蒸しどうなんですか？めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。めっちゃ気持ちいい。最近よかったの。川とか海です。うわー、川海にテントサウナを張って、テントの中でガーッと食べたりとか、そのもう水風呂じゃなくて、海とか川に入ってくるのが一番気持ちよかった。じゃあ、ちょっと、一回、このフル装備を、やっぱお友達同い年なんで、ちょっと一回フル装備でもう準備してもらって、準備ちょっと、じゃあホットリンボをつけてください。これ何なん、何入れ。これはマガジンを入れたり、ここにショットシェルとかが入ったりする。タムショの方が英語喋ってるもん。確かに確かに、タムショの方が喋ってる。確かに、すごいな。今ほとんどシャットダウンされてます。あいつアメリカの子供みたいな。わーみたいな。すげー。じゃあ、せっかくそんだけつけてんだからこっちに行ってさ、指示もらってついて、あ、将来の夢打てって言われて打って当てる、はい、なんかあるんですか、その打てみたいな。やっぱファイヤー。あ、あるんだ。ダセえ。すごくダセえ。バレバレのスナイパー。ゆうたろくん、将来の夢、カモンカモンカモン。あ、来た。マガジンセッティング。マガジンそっちです。ごめん、前もう撃たれるぞ。あっ、終わった、終わった、終わった。バレる、バレる。できる。引く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 。オッケー。将来の夢、ファイヤー。ファイヤー。外した。もう一発。謝りたいとこに当たってる。お、当たった。当たった、当たった。イエーイ。ナイスショット。ファイヤー、ナイスショット。汗かく、汗かく。これを、いやでもおもろいな、これは。じゃあ、募集して、最後。あ、確かに。僕、その最近俳優仲間がいなくなっちゃったから、最後カメラに向かって、いや、本当に、騒ぎやなんかを募集してます。これ、遊び場という番組、2.5 次元界、まあ、舞台界隈、はい、俳優界隈の、カブクリセブンだと僕は思ってた。ちゃんと見てくれた。本当に。ありがたいですね。本当に。だから今日、ここに出るのが、めちゃくちゃ緊張してるんですよ。いや、もうなんか、フル走行できたね。これに出ることによって一人前になれると思う。なれない。なれないよ。いや、なれます。本当です。いや、本当に。なので、今ね、多分、たくさんの俳優が見てます。はい。
友達になってください。僕の友達になってください。急募です。こちらに、はい、ここら辺に連絡先書いておくので、ぜひ送ってください。はい、田村翔吾さんでございました。これすごいな。すげえわ。